はいさーい。はいさーい。はいさーい。今回ですね、料理対決ですね。たけしとツーバーが釣り上げた魚、いやたけし抜いてツーバーだけが釣る、あの釣り上げた魚をさばいていきたいと思います。まあね、あの時はもうショックでしたね、本当にね。釣れなかったの？釣れなかったっす。モンスターなった？モンスターになりました。魚を釣りたいだけなのに。おお。ハイサイで、ね、流行ってるんですよ、うん、悲しみのモンスターで、うん。来る時にね、出てきちゃったね、あの時ね。たけしがモンスターに変わる瞬間が今あの押さえてたのに、鎖がパチパチパチって思っちゃいたけしか、そう、あれ映ってたらもうね、18禁でしょ。毛が生えてくるし、狼だ、狼。いや、じゅう。ということでね、今日はたけし VS マカロクさんですね、はい、結構ね、魚釣れたんでね、ここから魚ドラフト選んでいきましょう。恒例のレッツクッキングじゃんけん。最初はレッツクッキング。あー、あいこだ。クッキング。あー、クッキング。あー、打ち合わせないから。打ち合わせしてると思われるわ。グーは明らかに目線で分かったけど、次グーだなって。じゃあもう一回、はい、もう一回。最初はレッツクッキング。あー、たけしが勝った。指名権得ましたね。じゃあ、勝者は後で。そうですね、はい、チャンピオンの相手もそんな気づかない。チャンピオン。本当にね、魚だけでね、決まりますからね。そうですね、美味しい魚と美味しくない魚、結構ありますからね。はい、たけしは最初選ぶのは誰だ。そうですね、やっぱりこうイラブチャー欠かせないですね、これイラブチャー。勝った人は、魚7匹選びます。7匹。待って、7匹1匹しかも、これ分かった、俺も大人だから。たけしは大人だ、ね、ちゃんと。はい、空気をもお願いします。フェアな戦いしたいからね。はい、じゃあもう、このこちらの方全部もらいます。じゃあグルクマ以外使うってことね。そうですね。このグルクマ以外はだと全部たけしが。そうです。こちらの孫奥さんに。なるほど。孫奥さんはもうこのグルクマのしか出せないですから。なるほど。勝ちに行くな。これ負けれないでしょ。あざっす。じゃんけんで決まってたのかよ。じゃあ孫六さんが先行。いい時期でどういった料理ができるのか。20種類は作ろうかな。この1匹で20種類全部一口でしょ。まあちょっとね、せっかくなんでね、はい、本当に丸々太って美味しそうだね。俺どっち？こっちどっちも丸々太って。どっちが包丁入れられる。じゃあさばいていこう。はい。おお、そうくる。めっちゃ脂乗ってんじゃないこれ。おお、ね、なってるね。おお、バダブルピース。ダブルピースだ。ダブルピース。ダブルピース。エラを取る。あ、と思ったけど頭使わないからな。あ、いいや、落としちゃおう。てか待って、なんか今日緊張してるのかな。ウロコ取るの忘れてた。謎の緊張。俺のプレッシャーにちょっとおじけづいてますよ。おじけついてる。もうおじけづいてしまったのかい。覇王色持ってるからたけし。味あったことあるかい。いつもどおり。おお、綺麗に切れますね。ズバッと解決。おお、綺麗に取れた。綺麗だ。パンパン。パンパンですね。これなんですか、この大きいの。これ胃袋？でしょ。嘘。あんなに食ってる。すごいマックス時に釣られたなこいつ。これでおおあろうと思ったら、うん、最後に釣られた。最後何回だ。気になるな。これ練り餌だらけでしょ、中。かき揚げにしようか。この胃袋で。さあどうなってんだ。どうなってんだろうね。おお、すっごい寝る餌食ってる。うわ、オキアミと寝る餌だ。巻き餌、あ、そうだ。ブイナインが入ってますね。これ使い回しいけるな。これやられたか。クソ、グルクマの身にブイナインの味が染み込んでるかもしれない。それ振りじゃね。きついな。すごい熱いっすね、肉。うん、はい、下ろしていく。マゴロクがグルクマを下ろしていく。マゴロクがグルクマを下ろしていく。おお、綺麗ですね。いい音しますね。けど身が柔らけえな、本当に。たけしには無理だったな。そこまで読んでたからね。かっこいいのかかっこ悪いのかわからんもん。グルクマは生きてるだけで腐っていくって言ってますか。そうだね、鮮度が。
印象。でも綺麗。大丈夫だよ。ワンちゃん来週集中治療室で撮影とかもある。集中治療室で撮影するんだ。今日のイカメラどうなってんのシリおーおー綺麗じゃない。綺麗に撮れた。さあ何を作るのか。今日はね、締めグルクマをサバ的な、サバ的に、ただヒットしたら怖いけど食べた瞬間こっちの、あのヒットって文字が出てザバーン、ジャバーン来た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 。あのなんか怖い音楽みたいな聞き迫る音楽ってネットで間に合わなくてバラスターってすれたーっつって、よし、なるべくギリギリを攻める。美味しそう、めっちゃ美味しそうだけどヒットする可能性があると爆鳥ってなる。確かにね、これね、3日前の魚ですからね、うん、まあ、冷凍保存してますけど、うん、怖いな、光り物だから何があるか分からない。グルクマだからね、痛みやすいんですよね。やめようか。締めやめる。ヒットシーン撮りたいんじゃないですか。いつクリエイターとしてヒットシーン撮りたいな。誰何人ヒットするかな。まあまあもう今月支払い終わったから多少締めても大丈夫だけど。お店を閉めるってことですか。諸事情によりしばらくお休みしますって。なんかもう撮る時間かかりますよね。崩れないように、崩れないように、はい、骨抜いて、で次はちょっとあの塩振って水分を出す。おで塩の振り方もなんかあるんですか。あるなるべく均一になりたいから、はい、高いとこからこう向こう道スタイルね、逆に、はいはいはい、すり合わせながらやりますよね、高い位置から。へえ、低い位置からでも均等にできるんじゃないかなって僕思って挑発してくるな。結構ね、こう、こんな感じで。あ、でも本当だ。おお、すごい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 、雪が降ってるみたいな。塩の雪降ってますね。いいこと言った。昔の女ならフケが降ってるよと。言ってるな、言ってるな。大人になったな。大人になった。おしゃれになった。おしゃれに。はい、じゃあこれで水分取って、まあ15分ぐらいかな。15分ぐらい。もう結構寝かしますね。はい。はい、じゃあちょっと水分が程よく抜けてきたんでね。おーおーおー、あ、本当だ。出てますね。出てますね、水分が。これ拭き取ると塩と水分。よし。で、これを今度は酢で、こいつこの野郎みたいな感じでね。締めですか。先輩の焼きの。おめえ焼きそばパンつったのになんでハニートースト買ってきてるんだ。完全に買い物のセンスないですよ。マグロさんなら喜びそうですよね。酢を入れていく。おお、結構いますね。おお、そんなに入れるんですね。波長と下ろっていう。まさかこの魚も酢につけられて死ぬとは思わなかっただろう。まだちょっと意識残ってるからね。まだちょっと、おえー、醤油は聞いたことあるけども。これでつけていくと、じゃあこれで少し置くんですか。また15分。はい、じゃあもう、おー、白、うん、こう、すげー、お酢で身が焼けるわけ。これ焼けてるんですね。焼けてるってことらしいよ。つけてる間、悲鳴が聞こえた。低温やけどみたいな。そうそうそう、だから人間もこうなるんだ。あー、酢につけてきた。おお、あ、皮剥ぐんすね、これ。そうそうそう、身ボロボロならないですか、これ。難しいね。グルクマはちょっと身が崩れやすいんで。むずだ、むずい、むずいですよ、多分。裏使ったり、逆さ持ち、うん、出ました。よいしょ。この手でいけるかな、たたきみたいな。手でいけます。おお、すごい。そうっすね、すごい皮剥げより綺麗。まあ、素で締めたからってのもあるけどね。はい、おお、隠し包丁を入れて、あ、これで寄生虫を殺すってことですね。うん、隙間にいるやつ直撃殺すんですよね、これ。うわーって。グルクマって寄生虫いるんですか。どうなんだろう、どうなんだろう。なんかサバっぽいなって理由だけで締めサバにしたんだけど。はい、マグロサンドが完成しました。こちら、じゃあ料理名なんですか。料理名はコンクリートです。それ全く関係ないこと言いますよ。シュール系目指そう。シュール系。じゃあこちらコンクリート、みんなでコンクリート食べます。汁割りも逃げるわ、これ。そう、いただきます。申し訳ございません、ネギが大の、ネギが苦手なんですよ、安倍氏は。匂い、匂いもダメ、すぐ吐く。吉野家とか行っても全部ネギ抜き、玉ねぎもダメなんだよ。うん、ネギ抜きで、ネギっていう名前がついてます。そう、マック行ってもオニオンカットでみたいな。じゃあネギ氏って人に出会ったら。ネギ氏もあのネギ抜きで。シーさん、シーさんに。そう、じゃあ畑でネギ作ってる人もある。
まあ別にあの、じゃあそれで生活を営んでるからなもんもそこはスルーパンチパンチでございます。はい、うまい、うまい。こう、アブシ結構ね、辛口ですからね。そう、すぐ抽象するけど、これは抽象する気になる。いい感じに酢が効いてて、あの、臭みがないですね、ほんとに。ちゃんと締めてる。ヒットってなってないですか？全然全然こんな味出るんだ。いい塩梅、いい塩梅、いい塩梅。これタケシ負けたんじゃないの？まあこんな単体ね、もうただ一匹作っただけ。作らんでいいやねタケシ。もう今負け参りましたって言ってもいい。最後まで諦めないですよ。酢でアミノ酸凝縮したね。ここまで高める？最近役使うな。すごいっすね。これたけしペンチですね。これたけしやばいぞ。ちょっとまだたけしの食べてないけど。じゃあたけしの料理出しますか。おっす、おっす。次はたけしの番ですね。俺実はスタンド能力持ってるんですよ。ちっぽけな島国増した増してく太陽日差しが差した極端的なこの暑さ車内は当然